九州を通過した台風6号は韓国に上陸しました。明日にかけ朝鮮半島を縦断する見通しで、強い警戒が呼びかけられています。ソウルの中心部を流れる川、普段は観光客も多いスポットなんですが、今日はこのように立ち入り禁止となっています。台風の接近に備えてソウルでも警戒感強まっています。韓国気象庁によりますと、台風6号は午前9時過ぎ韓国南部に上陸しました。そのまま北上し、午後9時ごろにソウルに最接近した後、北朝鮮側に向かう見通しです。韓国メディアは、朝鮮半島を縦断すれば記録が残る1951年以降で初めてとし、前例のない被害が発生する可能性があると警戒を呼びかけています。一方、北朝鮮も新聞やテレビ放送を通じ、農地と農作物を守るため万全の対策をなどと繰り返し呼びかけています。